皆さんこんにちは。岡さん RSS アドバイザーの高山剛です。今回もよろしくお願いいたします。先日ですね、 Facebook ページの方で告知しておりますけれども、今回からですね、4回シリーズで発注系のですね、ご案内をさせていただくことになりました。ということで題しまして、岡さん RS 発注編4回シリーズ、システムトレードマスターへの道という、セミナーのですね、本日はそのうちの第1回目ということになります。で、今回のセミナーではですね、ざっくり言いまして、システムトレードで特にですね、第2回目の方で、ご案内する予定になっているんですけれども、即実践に使える形でですね、システムトレードというと難しく聞こえてしまうかもしれないですけれども、そのうちの、一つごく単純なものから、勉強を始めていってですね、そのうちに、ある程度のシステムトレードの基本までマスターしていきたいということを、思っております。Facebook ページのウォールの方で、10月25日から3回シリーズでというふうに書いてありましたが、これはちょっと間違いです。訂正があります。これはですね、4回シリーズになります。本日10月25日から、年末ですね、年末にかけて4つの時期に分けて、システムトレードマスターへの道、岡さん RSS の発注系の話をしていきたいと思います。で、その中で、ナイトセッションで岡さん RSS を活用した、取引手法を解説していきますよということであります。実際ですね、ナイトセッション先物取引、午前3時まで延長されました。朝は9時から3時15分まで、こちらは6時間15分、そこから休憩が入って4時半にはナイトセッションがスタートするんですけれども、午前3時までですから10時間半、10時間30分もナイトセッションというのがあるわけですね。で、この中で、結構最近欧州、財政危機、それに伴うですね、金融機関の、ドタバタ等があって、ヨーロッパ時間からアメリカ時間にかけて非常によく動くということがありますね。で、あともう一つ、これは引けちゃった後になるんですけれども、FOMC の発表が午前3時15分だったり、冬は4時15分ですけれども、そういった海外のですね、動きがあるときにも、日経平均のですね、先物、それとオプションですね、これは取引ができるということになりました。ある意味、その取引時間が長くなって、どんなときにでも入ったり決済したりと。ポジションを作ったり決済したりってことできるということはとても、改善されたわけですけれども、ただこの時間帯全部張り付くというのはちょっと人間としてはですね、非常に厳しいものがありますね。ということで、ある程度はシステムとかですね、コンピューターに市場監視や取引をサポートしてもらうじゃないかということにおいて、この岡さん RSS はですね日本でただ一社なんですけども、直接 Excel で注文を出すことができるという形になっています。で、さらにですね、 Excel の上でその管理をしますので、ある一定の条件が出たら、取引の注文を出す、新規の注文を出す、決済の注文を出す、訂正の注文を出す、取り消しをするといったことが可能になってまいります。で、これを一つのシステムトレードというふうに捉えれば、そうですね、特別なスキル、Excel のスキルを特別かどうかというふうに分類するとちょっと問題かもしれないですけども、ある程度頑張ればできるようなシステムの中で取引ができるというふうになったということは、画期的ではないかなということになります。OCO という取引の形態があります。これにですね、今回時間決済ですね、これをつけたものを一つの、例として、この取引を、岡さん RSS を使って、運用していくには、どのようなことを、勉強していけばそれができるようになるかといったことの解説をしていきたいというふうに思っています。
ということで、テーマのところに OCO と時間決済というふうに書かせていただきました。まあ、今申し上げましたように、 OCO と時間決済というのは一つの取引のパターンですけれども、これはいろんなですね、ありとあらゆる、投資のですね、パターンの基本になる取引になってまいりますので、これについてちょっとだけ詳しく、解説していきたいというふうに思います。はい、では、今申し上げましたようにテーマ OCO と時間決済について具体的な解説に入っていきます。まずそのOCO 注文は何ぞやという前にですね、証券投資の基本です。買ったら売る、売ったら買って、利益を出す。で、思惑通りいかない場合は損になってしまいますけれども、とにかく買いと売りのパターンですね、これを一つ、セットで行わないと利益を確定しない。まあ、損失が出たときは損失も確定しないということになります。まあ、儲けようと思ってやってない方というのは、まあ、おそらく全くいらっしゃらないと思いますので、思惑通りにいったとしても買っているものを売って、初めて現実の利益が出るということですね。これ順番変えることができます。まず最初に売って買い戻すということができます。これは信用取引や先物取引といったちょっとデリバティブ系のですね、取引手法を使わないとできないんですけども、とにかく買いと売り、売りと買いが一つのセットになっているということですね。買ったら売ります、売ったら買います。この2つが、セットで、取引が完結するということになりますね。で、この中で、先ほど来申し上げてますように、成功した証券投資というのは安く買って高く売る、もしくは高く売って安く買う。この安く高くというのはですね、心象的なものではなくて、買った値段よりも売った時がより高く、もしくは買った値段は売った時よりもより安く、まあこれさえしていればいいわけですね。必勝法です。安く買ってそれより高く売る、高く売ってそれより安く買う、これを続けていれば一回も負けないということなんですけれども、ただ将来の株価というのがどうなるかわからないので皆さん苦労するということになります。はい、これ順番はどちらでもいいというのがデリバティブを使うと、より簡単にできるということですね。で、このように成功した場合には利益が確定します。これを利確の取引という言い方をしたりします。利益確定の取引ということですね。で、まあただそうもいかないのが、マーケットであり人生であります。思惑通りに動かないケースがあります。買ったんだけれども売った時が、より安くなってしまった。先に売って、もっと下がると思ったんだけども買い戻した時は、売った時よりも高かったという時は損失が発生します。まあ決算しなければ損失は発生しないということも言えるんですけども、評価損は発生します。ただその評価損だからといっていつまでも頑張っちゃうというのは感心しないわけですね。で、マーケットが逆に行っているということは、自分の知らない何かが起こって思惑通り動いてないということですから、まあ自分はある程度間違えてるわけですね。で、その間違い、人間は必ず間違えますので、その間違えた時の素早い対処というのが投資の、まあ成功するかしないかを、まあ、分けてくるということになるわけです。結局我々は将来のことを 100% 知るということは、まあ、ありえないわけですね。我々が知っている将来起こる 100% 確実に起こるというのは、まあ、自分が死んでしまうということぐらいでしょう。まあ、自分というか、あらゆる友達皆さん死んじゃうんですけども、まあ、この際その、まあ、そういったことを除いてマーケットでのその証券価格 100% 何が起こるかというのは知りえないわけです。で、大事なのが損失をそれ以上増やさない、まあ、損を切る、ロスをストップするという取引になるわけですね。で、まあ結局まあ買った場合、まあこれ左を先にやった場合には将来売るんですけれども、その売る値段が自分にとって有利であるか不利であるか、それは分かりません。ただこの取引を完結するには、高くなった場合には利益確定の取引をし、思惑から離れて外れてしまった、まあ買っているのにも市場価格が下がってちゃって安く売ってしまったと、このどちらかしかないわけです。はい、でここでもう一度 OCO 取引という、
ところの説明に戻ります。思惑通り市場が動いて、利益確定となろうが、逆に動いて損切りとなろうが、まあこの両方をですね想定して、一定の条件で決済することをあらかじめ決めておく取引のセットをしようというふうに言います。硬い言い方ですけれども、要するに買い持ちを作った時にここまで来たら利益確定、ここまで来たら損切りということをまず決めてですね、それをもう注文として出しちゃうということですね。こういった、返済の部分の2通りの利益確定と損切りをセットで出す注文のことを OCO という言い方をします。はい。で、まあ一定の条件でというのは、まあ買い持ちであれば、上がっておけば差し値ですね、これ以上高くなったら利益確定、損切りの場合は今のマーケットよりも下がってっちゃって、それ以上不利に働かないようにしたときに逆差し値を執行するという取引になるわけですね。で、OCO というのは何の略かというと、ワンキャンセルジアザーという言葉の、省略ということになります。これはですね、言葉の定義を説明しますと、ある一つの打定玉に対して利益、損切りの2つの注文を出すということは今まで、散々説明してきたんですが、一方が約定したら他方をキャンセルするよという、このことをですね、ワンキャンセルザアザーという言い方をするわけです。ですね、一回売ればいいということなので、にもかかわらず2つの注文を、シナリオの良い方悪い方ということで2つ取引を出してますので、一方を約定すればもう一方は御用なしということになるのでキャンセルします。その状態を指してワンキャンセルジアザーという言い方をします。はい。さてですね、これから、ちょっとワンキャンセルジアザー、2つの注文を出して利益確定と損切り、2つの注文を出して一方をキャンセルするというやり方と全く同じ経済効果を持つ取引パターンを見たいと思います。こちらの方が、手続き的には多分簡単になります。で、システムを組む組まないに関わらず、まあ人間はいろんな間違いをする生物で生き物ですから、手続きはなるべく簡単でシンプルな方がいいということがあります。まず利益確定の差し値注文を出しておきます。これは普通の注文ですね。利益確定のサイドというのは、買い持ちであれば、まあ買ってるわけですから値段上がっていった方が儲かるわけですね。で、値段が上がっていった時に約定する注文というのは必ず差し値注文になります。売りが先であった場合、利益確定サイドというのは値段が下がっていってということになります。ですから今買いたいと思っても市場価格が今の方が高い、将来の方がもっと下がると思っているので空売りしているわけですけれども、将来値段が下がった時につく注文というのは必ず差し値注文ということになります。で、まずそれは両方とも差し値注文というのは利益確定サイドになるわけですね。で、その利益確定注文をまず出しておいて、思惑通り下がってきているよ、この注文が逆上すればハッピー。しかしですね、市場が逆サイドに動いていって評価損が一定レベルに達するだろう水準になった時に、ここに来たら損切りをしますよという水準、その時に、この元々だった差し値注文の差し値を、この将来ですね悪い方向に進んだ時に現在の市場価格って下がってるわけですから、その下がっている値段に合わせて引き下げるということですね。その時の市場価格で決済できる水準に変更する、まあこれもちょっと持って回った言い方をしてますけども、結局買い持ちの場合売り差し値をしてた、高い値段の売り差し値をしてたものを、その高い値段を市場の値段でよりちょっと下の、差し値に変更する、もしくはその時点での成り行きに変更するという注文を出すとですね、まあ利食いと損益を、取引が一つ、訂正が一つということで、2つの、コマンドというか2つのオーダーで、このことができるわけですね。一方ワンキャンセルジアザーは2つ注文出してて1個約定した約定確認を持ってもう1つを、キャンセルするということなので、3つの
取引に関わるということで、こちらの方が手順としてはシンプルということになります。まあ、このようにですね、OCO がつくと、ポジションはなくなるんですけれども、それほどですね、想定してた通りよりは、マーケットが動かなくて、利益、損切りともに約定しない場合っていうのがあります。今申し上げましたように、それはあまりマーケットが動いてなかった時ですね。ただ、そんな状況ではあるんですけれども、例えば今現在が金曜日の深夜2時ぐらいであったとして、数時間後には市場が閉まっちゃって、来週は再開するのは週末を挟んで来週だよと、その間取引されませんよというケースもあるかもしれません。で、その週末に、例えば G20 とかですね、そういった国際会議があって大きな決定がなされるかもしれません。それによって来週の株式市場が大きく変わっちゃうなんてこともあるわけですね。この時には OCO 注文両方ともつかないで終わっちゃうと、ポジション来週に持ち越しになってしまうので、市場終了時点で決算したいななんていうニーズもあるだろうというふうに考えられるわけですね。で、この市場での終了時点で決済したいっていうことに対応する決済っていうのは、実は日本の市場ではもともとあったわけです。従来型の注文方式に、それが存在する。その、注文というのは、いわゆるできず引けなり、できず引け、もしくは不なりなんていう形で、省略される場合があるんですけども、そういった取引がもともと日本のマーケットにはあったということですね。この注文、正確に言うと指値注文できずば引けで成り行きということになります。で、ただこれ OCO にくっつけることが基本的にはできなくて、指値ですね、単体の指値注文に、不成、できずば引け成り行きという条件をつけられる場合も、日本ではあったんですけれども、これにプラスストップロスとなると、ちょっとシステム的に考えていかないといけないということになります。で、あとですね、引けでちょっと取引する、方法、今一つ、その単体の指値でしかできないと申し上げましたけど、もうちょっと、若干の問題があります。それを整理したいと思います。引けでの注文の問題点、その1、引けに値段がつかなかった場合、これ、ざらば引けという言い方をしますが、引けはですね、その日の取引が最後ということで、ざらば、場中のですね、値段の付け方はとは違ったことをいたします。最終的には引けで出た注文の多い安、多い少ないを勘案して、その値段が拮抗するところで決めるんですけども、あまりに買い取りの注文数がマッチしない場合には値段がつかないで終わっちゃうっていうケースがあります。それをざらば引けというふうに言うんですけども、これだとポジション持ち越しになってしまいますので、大きな問題ですね。もう一つ、引けの値段が飛んじゃうケースがあります。今申し上げましたように、ちょっと 値段をつける方法が違うので、需給関係が極端にずれちゃった時は、ざらば、一般のですね、取引時間帯についての値段から離れちゃう場合もあるわけですね。いい方に飛べばいいんですけども、悪い方に飛んだ時が問題なので、これを問題とさせていただきました。で、もう一つ、場中に重要指標の発表があった時には、要するにこれ引けではもう、そのイベントはもう終了しているので、これは言わずもがなということですね。特にですね、ナイトセッション中にアメリカの雇用統計とかいったものが発表されるときに、実はこのポジション、アメリカの状況なんか全く考えないで作りましたよって言ったときには、その前にはとにかく閉じておきたいというのが素直なところだと思います。で、この際、そういった引けにはですね、若干の問題があるということなので、例えば引け前10分、引ける前の10分とか、あとさっき言いました雇用統計の発表時間の10分前、ないし30分前とかですね、そういったある一定の時間になったらば、その時の時間で市場価格で一旦ポジションをクローズしちゃおうじゃないかと、そういったニーズも当然に考えられるわけですね。
で、この時 OCO の注文を出していて、である一定の時間に市場価格でクローズしたいという時には、 OCO のセット、ワンセットそのものをまずキャンセルし、で、新たにその時点での市場決済ですね、市場価格での決済注文を出して約定させる必要があるわけです。まあ、この時は多分成り行きでいく、まあ、もしくは必ずできるような指値で、マーケットを取りに行くということがあるかもしれないです。で、これをですね、先ほどのワンキャンセルジアザーのと同じ経済効果を持つ取引パターンで、まあ、考えてみるとですね、まあ、利確の指値注文を出しておいて、一つの条件、市場価格が逆サイドに動いて一定レベルに行った時に、指値の水準を引き下げると、まあ、買いのケースですけども、という条件があった時に訂正する注文をですね、これを使って、この条件合致の条件というのを、従来、今までは市場の値段が下がったということを一つの条件にしたんですけども、ある一定の時間帯に達したというのも、それも条件で、この2つの条件、どちらかが達成した時に、市場で直ちにできる値段まで、この指値を下げるという、もしくは成り行きに変更するというパターンでも対処ができるということになるわけですね。はい、まとめてみます。まあ、利益確定の指値注文を出しておいて、市場の価格が現在の一定の価格に到達したというのが条件1で、条件2というのは、まあ、時間がある一定の時間に達したということですね。上に指値約定せず条件1も満たさずって書いてありますけども、まあ、当然その時点まで、時間になるまで、値段がついてないということは、当然に、利確も損切りもついてないということですね。その時に市場の値段で、まあ、いわば見切り売りをするということになるわけですね。このようにさっきの条件を一定の価格水準、もしくは一定の時間に到達したということ、この2つの条件をマネージできれば、そうですね、この2つのどちらかが合致した時に市場で約定できる、注文訂正を注文訂正をするコマンドを実行するということですね。をすれば OCO と時間決済の両方が、両方やってるのと同じ経済効果になるということになります。で、まあ、ここまでつらつら書いてきたんですけれども、今回の、岡さん RSS の発注系のですね、 RSS をマスターする、まあ、うまく頑張ってシステムトレードまで応用できるようにするしようという今回の、まあ、勉強の成果、勉強のですね、今回の勉強の、サンプルにこの OCO と時間決済を持ってきたのは、この取引自体、この流れというのは特別なことではないということがまずあります。まあ、要するに基本的に、非常によくある取引パターンがここに集約されているということになるわけです。じゃあ、ちょっともう一回基本に戻って、まあ、先ほど来何回か繰り返してはいるんですけども、まず、証券投資始めてから出るまでの流れを、考えてみたいと思います。まず、ゼロ状態ですね。ポジションなしの状態。この時はリスクはありません。ここから、ある一定の条件が、加わったので、市場に入っていきます。リスクを取っていくということですね。ちょっとこの場合、新規買いポジションを作る。まあ、どっちでもいいんです。売りポジション、下がると思ったら売りポジションを作ってもいいということです。この結果、まあ、利益を追求している代わりにリスクも取ることになります。まあ、リスクテイクする状態になる。で、まあ、これは豆知識なんですけども、まあ、この場合にはリスクエクスポージャーが発生すると。エクスポージャーっていうのは露出とか、まあ、晒すとかいう意味になるんですけども、市場が動くと、まあ、損をするという、そういうリスクにまた自分を晒すということで、エントリーするポジションを持っているということはエクスポージャーが発生するという言い方をします。で、結局最初からずっと申し上げてますように、まあ、買ったら売る、売ったら買うですね。
そのような状態を取れば、それ以上利益も出ないし、損も出ない、損も膨らまないという状態になります。そのことを、英語や、取引を、分析するときにエグジットするという言い方をします。エグジットというのは出口ですね。はい、エグジットする。で、そのエグジットするときの、動機というのは、市場の値段が動く、都合よく、良い方向に行った場合には市場価格が上がると。こんな状態を、ディーラーですね、為替のディーラーなんかは英語を使いますけれども、そういった時はフェーバーの方向に動いた、都合の良い時に上がっていくと、利益確定注文、これを指値で出すということになるわけですね。これはあらかじめ決めてなくてもそういうふうになるということです。で、もう一つですね、フェーバーじゃない方向ですね、都合の悪い方向に動く、これを為替ディーラーはアゲンストの方向に動くという言い方をします。買った場合には市場下がってる時ですね。この時には、上がってくるまで何十年もかかっちゃうケースもあるんですけれども、我慢しないでもうその時点で諦めちゃうという時には損失限定ポジションの注文を出すということになります。この時に出す形式は逆指値の注文ということになりますね。手動でやる場合には成り行き、その時の成り行きということにもでもいいんですけど。で、この2つのパターン、システムだろうがシステムでなかろうが、これか。で、もう1つ、時間が経って両方ともつかないよという時に、その時、見切った時に、マーケットから出ちゃう。要するにリスクエクスポージャーをなくすということをするわけです。結局ですね、システムでやらせるやらせないにかかわらず、人間はこの動機で、取引を完成させるというか、そうですね、証券取引を完結させることになるわけですね。で、時間が経って、損も利益も出てないけれども、出てしまうというのは、なんでかというと、今まで説明しましたようにも、それで儲かるかもしれないけれども、それでですね、損をしたくないよという場合には、はい、取り直しです。利益確定、損失限定、要するに利確も損切りもつかなかった場合ですね。その後に、そんな状態で時間が経っていって、で、大きな損も利益も出てないわけですね。利確も損切りもしてないわけですから、その時に大きなイベントが接近した時には、この時ですね、利益追求よりも安全優先させたいなと思った場合には、この時間に決済するということになります。見切りで注文を出すということになってくるかと思います。そうですね、結局、大損をしないというのが証券投資の非常に大きな、必要要素になってきますので、特によくわからないイベントがあった時には、利益の追求よりも安全優先させて、で、見切ってしまうということは大事なことだと思います。この場合は、どちらかというとマーケットレートであるので、手動でやる場合には成り行き、もしくは確実につくような指値にする、システムをやらせる場合には逆指値ということになってくるかと思います。このようにですね、全部でシステムでやって、最初からセットでやっちゃうと。で、しかももう一つ言いますと、新規建てから全部自動でやっちゃう場合には、if done OCO、 もし新規建てが約定して done したら、それに対応する利食いと損切りの決済を両方出しましょうという一連の流れを if done OCO というんですけども、これも一つのシステム取引というふうに言うこともできるかもしれないですね。はい。結局何度も繰り返してますけども、こういったあらゆる取引がこの流れと同時に進行するわけで、今、ちょろっと解説しました if 段をしようでプラス時間決済という、これと同じステップをあらゆる、証券取引が、の基本的な形になっているわけです。これの組み合わせが、どのようになっているかという、あとは組み合わせの問題になってくるわけです。
はい、これが基本の流れですね。で、これをですね、まあ、状況を見ながら時々刻々判断していくのが普通の取引。これをシステム取引。この場合、いうシステム取引というのは、実際に執行を機械でやらせるとかやらせないとかそういうことではなくて、ルール通りに執行するということもシステム取引の一つというふうに、考えてみたいと思います。はい、これは同じなので、まあさっと見たいと思います。のリスク状態から、ある条件があったので、エントリーする、新規建てのポジションを作る。まあその条件というのは何かというと、買いたいなと思ってた、株が下がってきたとか、これから上がるだろうという事件が生じて、自分が買いだと判断したということが初期条件合致ですね。で、そのままマーケットが動かないのは、想定してないわけです。買った時は上がるだろうと思うし、売った時は下がるだと思ってるわけです。で、その価格が変動して、好ましい時点まで、価格が動いてエグジットするときは利確、不利な方は損切り。何度も何度も言ってますけど。で、この2つが、当日に時間が過ぎてって、もうこれ以上待てないよと、時間条件合致したときにはエグジットするというのが、まあ基本的な流れなわけです。で、こういったことを何度も繰り返してますけれども、システムを組む前にこういった取引の一連の流れをまず正確に把握するということ。で、あとそれについて、この場合はこういうふうに行動するというシナリオをまず最初に描くということですね。まあその売買ルールを決める前に、どのようにマーケットが動くか、もしくはどのようにその時に自分の、財務状態、リスク状態がどういうふうになるかということも入る前から全部考えるということですね。これが大事ということになっています。で、これを決めて、まあ電話するってことはないですね。まあインターネットでその時々の市場価格で取引をするというマニュアルの方法もあるし、自分が忙しい時には他の人に代行してやってもらう方法で、IT 技術で、それをやらせるということがあるかもしれません。これらはまあ大きな意味でのシステム取引ということになるかもしれないですね。で、最後のコンピューター制御、IT 技術を使ったりといったことをする場合を、まあ、アルゴリズム取引という言い方をしたりしますけれども、今回はそれの一番簡単な、セミナーということになってくるかと思います。はい、ではですね、まあ、何をやるかという説明が長くなったんですけども、今後のスケジュールについてちょっとご説明したいと思います。